こんにちは。西戸明子のコミュニケーションアカデミーへようこそ。西戸明子です。わ <laughs> かるかなはい。<laughs> さあ、この番組では日常に笑顔あふれるコミュニケーションのヒントをお届けしています。今日も今すぐできる方法をご紹介していきます。その前にお知らせです。西戸明子コミュニケーションアカデミーでは現在マスタークラス3期生を募集中です。10月25日スタート。 半年間かけてじっくり話す聞くを学ぶことによって人生が変わるってこういうことそんな体験が受講生産に続々と起こっていますただいま説明会も開催中です詳しくはホームページをご覧ください今日のテーマは人前に立った時にうわ見られてる目線が怖い時どうするですそんな時には でもいい方法があります私がそれを思いついたのは動物園に行った時でした上野動物園に行って動物を見てたんですねするとまあ自分が動物を見てるって思ってたんですけどいやもしかしたら動物が私を見てるって思ってるかもしれないなって感じたんです何が言いたいかっていうと 見てるって思うか、見られてるって思うか、これは自分の心の持ちようなんだなってことに気がついたんです。例えば、檻の中にいるライオン。ね、ライオンは一頭です。そして、そのライオンの前をこう見物していく人たちっていうのはたくさんいます。でも、もしかしたら、ライオンは、うわぁ、今日も人間に見られてるって思うんじゃなくて、 今日はどんな人間が来てるかなーって見てるって思ってるかもしれませんよねつまり数の原理じゃないってことですライオンが1頭で見る人間が多いからライオンは見られてるわけじゃないこれはもうどう思うかは自分で決めれるってことです人前に立った時も同じですうわ見られてるって思うともう目が怖いですよね じゃあ見てるって思ったらどうでしょうか今日は男性と女性の割合はどれぐらいかな年代はどれぐらいの方がいらっしゃるかな眼鏡をかけてる人は何人ぐらいいるかな赤い洋服着てる人は何人かなそんなふうに見るんですねそれだけで不思議なことにまず立ち方が変わります。 こう見られてるって思ってる時ってどうしても受け身なので体が後ろにちょっと引けるんですよね重心もこう後ろになりますそれが見てるって思うだけでまっすぐと体が前に向かって声も目線もこう堂々と前に向かうんですよもうそれだけで実は、うん、話を聞いている方が受ける印象っていうのは変わってくると思います 人前に立った時に「見られてる!」って思うか自分が「見てる!」って思うかこれだけで全然感覚が変わりますのでぜひやってみてくださいそしてもう一つその「見てる!」って思う時にやってみるといいことがありますそれは「聞いてくださってありがとうございます」 って心の中で唱えることですまあね人がたくさんいてその前で話すっていうのは本当に緊張しますけどじゃあ逆にそこに誰もいなかったら話せますか話せないんですねこれがこれあの個人コンサルティングを時々やらせていただきますその時はまあ一対一で原稿を作ったり話し方の練習をするのでまあ。 実際はね、本番では100人200人の人に向かって話をするとしてもその場にいるのはもう私だけなんですね。でそこで、はい、いじゃあ100人の方がいると思って,話して,くださいって言うとやっぱりね皆さん話せないんですよ。これどういうことかっていうと聞いてくださっている方から目には見えないけれどもすごくこうたくさんの思いとかね力を受け取ってるっていうことだと思うんです。 だからそれがないと「えなんかちょっと話せないんですけど」ってなっちゃうわけですだから人前で話す時「うわー見られてる!」って相手を敵だと思うんじゃなくて「あみんなが聞いてくださるから私は話ができるんだなってありがとうございます」って心の中で捉えながら唱えながら見るそれだけで心がスッと落ち着いて。 話しやすくなると思いますぜひやってみてくださいオンラインの場合でも一緒です Zoom の画面あれ最大で確か49名までパソコンに映せるんですよね1画面うわぁみんなに見られてるって思うとドキドキするかもしれませんそんな時は聞いてくださってありがとうございますって心の中で言いながら一人一人を見てお話ししてみてください きっとうまくいくと思います今日も見てくださってありがとうございました日常生活に笑顔あふれる人間関係が改善するコミュニケーションのヒントをこれからもお届けしてまいりますどうぞチャンネル登録してお楽しみくださいそれでは今日もいい日を